レッドブルはホンダとのタッグ3年目となる2021年に、2013年のベッテル以来7年ぶりとなるドライバーズタイトルをマックスが獲得し、さらに今年2022年のダブルタイトル獲得はほぼ間違いない状況になっています。このようにレッドブルはホンダによるワークス体制を手に入れたことが結果に結びついていますが、逆を返せばルノーのパワーユニットのままだったとしたら、今頃は F1 では見られなかった可能性もあるかもしれません。つまりマクラーレンから見放されたホンダとルノーのパワーユニットで行き詰まっていたレッドブルはまさにウィンウィンな関係なのです。今回はその最強最速のレッドブルについての2026年以降について進展があったのでお届けします。エナジードリンクメーカーのレッドブルは、今では MotoGP から F1 まで、モータースポーツはもちろんのこと、スキーや e スポーツなど、ありとあらゆるスポーツをサポートしており、日本だけを見ても数多くのレッドブルアスリートがいます。それが世界各国ともなると、今ではエナジードリンクの枠を超え、その知名度は計り知れないものと言えます。そのレッドブルは2026年からドイツフォルクスワーゲングループのポルシェとタッグを組む予定で、両社は水面下で詳細を煮詰めていました。しかしポルシェがレッドブルの株式の 50% の取得を目指していたものの、レッドブル側がこれを拒否、両社の交渉は破談したと見られています。噂によるとレッドブルのオーナーであるディートリヒ・マテシッツは F1 から撤退したいと考えていたらしく、レッドブルをはじめアルファタオリを含めた2チームを売却するつもりだったと言われています。その流れでアルファタオリをアンドレッティ、もしくはホンダが買収するのではないかという噂が飛び出したと言えます。しかし現場サイドによる猛反対で、レッドブルに関しては完全にその話はなくなったと見られています。レッドブルは特に現在のチーム代表であるクリスチャン・ホーナーとエイドリアン・ニューウェイが反対していたらしく、クリスチャン・ホーナーはポルシェが実権を握った際、チーム代表を降ろされるのではないかと考えていたみたいです。ポルシェと同じく2026年から F1 参戦を開始するフォルクスワーゲングループのアウディは、当初からワークス体制での参戦を求めており、マクラーレン、アストン・マーティン、ウィリアムズに話を持ちかけてきました。今ではアルファロメオ名義で参戦しているザウバーと詳細を煮詰めていると見られています。先日パワーユニットサプライヤーとしての参戦を正式発表しましたが、これは2023年で契約が終了するアルファロメオに敬意を表したと言われています。来シーズンの後半にはワークスとしての正式発表があるかもしれませんね。そして今回のポルシェの動向から、アウディだけでなくポルシェもワークス体制での参戦を求めていることが判明したかもしれません。そうなるとポルシェは今後アウディが交渉していたチーム、つまりマクラーレン、アストン・マーティン、ウィリアムズと交渉していく可能性があります。現実的にマクラーレンは買収に応じないと思うので、アストン・マーティンかウィリアムズしか可能性はないのではないでしょうか。可能性的にはアルファタオリもあるかもしれませんが、今回のレッドブルとの破談で彼らの関係が少し悪くなっているかもしれないので、それはないんじゃないですかね。ヘルムート・マルコはポルシェとの交渉についてこう語りました。ポルシェは我々の株主にはならない。我々は独自のエンジンを構築するあらゆる能力を持っている。さらにクリスチャン・ホーナーもこう語っています。我々は2026年から自分たちがエンジンメーカーになると言ってきた。我々には設備があり、テストベンチがあり、F1 で最高の能力を持つスタッフも雇用したんだ。ポルシェとの話し合いはあったが、我々はエンジンを作ることに全力を尽くしている。これは史上初のレッドブルエンジンなんだ。ただ、パワートレイン事業のパートナーを獲得するかどうかは議論の余地がある。これはまさにホンダに対しての発言だと思われますが、ここで気になるのが、レッドブルが自社独自のパワーユニットを求めているということです。
今後どのような展開になるかは全く予想できませんが、レッドブルはメルセデスやアストンマーティン、フェラーリなどからパワーユニット部門の逸材を獲得し続けているので、これらは本気で自社でパワーユニットを作ろうと考えているかもしれません。つまり単純にホンダが復帰を表明したとしても、それは昨年までの状態には完全に戻らないことを意味しているのかもしれないのです。レッドブルが大金を用意して獲得してきた逸材たちが純粋にホンダもしくは HRC に入社するとは思えません。その場合、彼らにはどのような解決策があると思いますか？あまりにも強すぎることから、レッドブルがプライベーターということを忘れてしまったファンもいると思いますが、彼らは自動車メーカーではなく、あくまでエナジードリンクメーカーなのです。そのレッドブルがルノーと決別し、今回はポルシェとも決別したことになるので、交渉はかなり強気なものだと思います。ホンダは水面下で2026年以降について彼らと交渉していると思いますが、間違いなくレッドブルはホンダに最大限の敬意を表していると思うので、ルノーやポルシェに対してよりは折れる部分は多いかもしれません。ただ、時間的にあまり悠長なことは言ってはいられません。2026年から F1 に参戦するパワーユニットメーカーはその意向を FIA に伝え、10月15日までに手数料を払う必要があります。今のところレッドブルはレッドブルパワートレインズでの参戦を予定しており、それはアルファタオリを含めた2チームになると言います。彼らはレッドブルパワートレインズを解体するつもりはないと見られているので、今後彼らと関わる自動車メーカーにとっては少し厄介な存在かもしれません。ドライバー的にもアルファタオリの角田裕樹、そして F2 には岩佐歩夢がいるので、彼らには間違いなくホンダのさらなる後押しが必要だと思います。なのでレッドブルとは今後もいい関係を築いてほしいです。現在レッドブルパワートレインズでは約300人のスタッフが稼働していると言われています。そして彼らは自社独自のパワーユニットの製造開発に力を入れていくと思いますが、そのベースは知的財産権を渡していないとはいえ、間違いなく現在のホンダのパワーユニットがベースになるかもしれません。レッドブルの本気度を考えると、今後彼らはさらに強いチームになっていきそうですが、そこにホンダがどのように絡んでいくかが鍵となりそうですね。このようにレッドブルとポルシェの交渉は決裂したと見られています。個人的にはレッドブルはホンダの復帰を希望していると感じます。今後の交渉次第では昨年までと違い、本当の意味でウィンウィンの関係が築けるかもしれませんね。この時代においてレッドブルのチームは売らないという意思表示は素晴らしいと思います。またその現場サイドの声に応えたオーナーの決断も素晴らしいと思います。レッドブルはいろんな意味で強力な F1 チームと言えるのではないでしょうか。皆さんはレッドブルパワートレインズは自社独自の戦闘力のあるパワーユニットを作れると思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。キリッツレイ、またねー。